アルトゥーロ・バジーレは、イタリア共和国の指揮者。主にオペラ指揮者として活躍し、ベルディとプッチーニを得意とした。NHK イタリア歌劇団で訪れた、日本など、イタリア国外でも指揮を行ったが、交通事故により54歳で他界した。アルトゥーロ・バジーレは1914年1月16日、シチリア州、シラクーザ県下ニカッティ・ニ・バーニに生まれる。 9歳の時に家族と共にトリノに移り、12歳の時にはフランコ・アルファーノが当時校長を務めていたトリノ音楽院に進学して、はじめはオ声ボエを専攻する。後にジョルジョ・フェデリコ・ケディーニのマスタークラスも受講した。1933年6月に卒業後はイタリア軍に入隊し、除隊後の1941年にイタリア放送協会の前身である。 イタリア国営放送の専属オーケストラにオーボーイ奏者として入団する。当時の同僚には、後にソリストとして活躍するフルート奏者のセベリーノ・ガッゼローニがいた。第二次世界大戦でイタリアが講和した後の1943年10月16日、バジーレはトリノのテアトロ・カリニャーノで指揮者としてデビューを果たす。1944年12月20日には、 同じトリノのテアトロデルポポロで、当初は G のマリヌッチが指揮をする予定だったプッチーニのマノンレスコーを発作で倒れたマリヌッチに代わって指揮した。1944年12月26日付のトリノのラスタンパシは、この公演について、バジーレは立派にオーケストラを制御し、スタンディングオベーションで称えられたと伝えた。 その間、私生活では1942年5月29日にローマでエリザベッタ・サンジェルマーノと結婚し、1944年に長男・リッカルドが誕生した。1946年7月、バジーレはトゥリオ・セラフィンが審査委員長を務める指揮者コンクールに出場して優勝する。1949年11月8日から10日にかけて、 当時はまだ新進気鋭のソプラノ歌手であったマリア・カラスはチェトラへの最初の正規録音のためにトリノを訪れたがこの時の伴奏を務めたのがバジーレが指揮するトリノ放送管弦楽団であったカラスはバジーレの指揮でベッディーニのノルマから清らかな女神新京都からあなたの優しい声がワーグナーのトリスタンとイゾルデから愛の死の3曲をレコーディングした 以降、バジーレは、イタリア国内は、もちろんのこと、モンテカルロ、オランダ、オーストリア、アメリカ、日本、フランスなどでの歌劇場やオペラ公演に出演した。イタリア国内に限ってみれば、1960年から1961年には、ボローニャ市立劇場の主席指揮者となり、以降は1968年初めまで、ローマ歌劇場、3、カルロ劇場、 パルマのテアトロをジョに、しばしば客演した。レナータ・テバルリア・ジュリエッタ・シミオナーと、ジュゼッペ・ディステファノなどといった、当時のイタリアの大歌手は、ローマやボローニアなどの舞台にはあまり立たなかったものの、バジーレが、主席指揮者や、客演指揮者を務めていた頃に限っては、信頼関係を活かして舞台に立つことがあった。しかし、バジーレのキャリアは、突然終わる。 バジーレは再建途上のトリノのテアトロ霊女の音楽監督への就任を要請され、それを内諾する。その帰りの1968年5月21日、バジーレはソプラノ歌手、ジャンナガリの妹マリーサを乗せて、BMW を運転中、ピエモンテ州、ベルチェ・リ県、ベルチェ・リで交通事故に遭いマリーサと共に死去した。54歳没。 バジーレの名前は死去と共に薄れつつあったが、1990年代後半から2000年代にかけて残されたいくつかの録音が復刻されている。日本においては、1961年10月の NHK 招聘、第3回 NHK イタリア歌劇団公演で来日し、東京文化会館と大阪のフェスティバルホールでベルディのリゴレットを ジュゼッペ・モレッリと分担して指揮したほか、プッチーニのトスカ全公演を指揮し、合間に開かれた特別演奏会をモレッリ、フランコ・カブアーナと共に、こちらも東京文化会館とフェスティバルホールで指揮した。このうちトスカの公演が、LP レコードと CD で1991年に、レーザーディスクで1991年と1993年に、 DVD で2004年にいずれもキングレコードから発売された。イタリアのレコードレーベル。イタリア語による歌唱。リゴレット、アルド・プロッティ、マントバ・公爵、ジャンニ・ポッチ、ジルダ、ガブリエラ・トゥッチ、トスカ、テバルディ、カバラド・ドッシポッチ、アンジェロ・ロフォレーゼ、スカルピア、ジャンジャコ・モ・グエルフィ、プロッティ・バジーレの指揮は、運命の力、除去曲、セビリアの理髪師、抽象とは、 そよ風です。ファルスタッフ、夢かまことか、ドンカルロ、むごい運命よ、リゴレット、女心の歌、ラボエーム、私の名は、耳の6曲。LP と CD は1961年10月11日の公演。レーザーディスクと DVD は1961年10月22日の公演。ありがとうございます。